い。お久しぶりです。アガも来てくださった方ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。はい、そうきました。二十歳でセーラー服は痛いでしょうか。どうでしょうか。はい、お久しぶりです。今回も来てくださりありがとうございます。こんにちは。あ、初見さんかなり多いですね。どこのお店ですか？やめてください、そういうの。あ、大丈夫ですか？二十歳ですけど、セーラー服は。どうでしょう？情報量が多い。そうなんです。実は追加されました。こちらに。大丈夫でしょうか？あの、皆さんついてこれていますでしょうか？はい、こちらに過去の習い事という欄がありますけども大量にあります。はい、まあ、テロップも先ほどと同じようにしていきます。ピンクじゃないじゃん。でツイート、はい、私のことをツイートする際はこのテロップのピンクじゃないちゃんでツイートしてください。よろしくお願いします。はいはい、すごく情報量が多いってモノマネいっぱい流れるかな。髪型かわいい。はい、さっきはあの下ろしてたんですけど、あのジンテールにしてみました。どうですかね。今の AKB48 グループには、和歌山県出身メンバーはいない。そうですよね、初になるかもしれない。 NMB では初ですよね。字うまいね。 ありがとうございます。字は結構丁寧に書きました。もうなんか序盤から結構コメント流れちゃってますね。あ、初見さん、あ、来てくださりありがとうございます。なんでピンクじゃないちゃん、私のサムネなんでしょう、見たと思うんですけど、ピンクのこの紙がついてたんですね。はい、なのでもうピンクはないよってことで、ピンクがあのエントリーナンバーが71ってことで、ピンクがないちゃんでツイートしてくれたら私見ますよってことで、はいはい、そういう理由でピンクがないちゃんでツイートしてくれたら私見ますよ。お願いします、いっぱいツイートしてください。説明するのはずいな。そうですね、あのピンク髪どうしたってなって皆さん見に来ましたよね。はい、そうですよね。で、あ、把握しました、ありがとうございます。そういうことなんです。なのであの、はい、ピンクじゃないちゃんで押してくれるならぜひツイートしてください。ツイートしてきた、早いですね、ありがとうございます。スクショタイムとかもするので、その時にツイートしてくれたら可愛い瞬間が撮れます。はい、こんにちは。はい、ひろきちさん、ピローさん、ピースさん、こんにちは。こんにちは、来てくださりありがとうございます。めっちゃツインテール、めっちゃあれだな、好印象だな。アッスーさん、プロフィール写真はなんでピンク髪だったの？派手、結構派手だなって思ったよ。うん、そうですよね。オーディションでは、あの、気合い入れるためにピンクにしてきましたって言いました。でも、なんか自分で似合ってないなって思ったんで、すぐ撮りました。って感じです。はい。
聴覚に感じたね、これ。ありがとうございます。71番ちゃん、覚えました。ありがとうございます。あ、こんにちは。あ、情報量多い方ですね。見た目はひよこ、中身はうさぎ。で、語尾はにゃーっていう方ですよね。はい、覚えてますよ。ツインテールめっちゃ可愛い。なんか可愛い。ありがとうございます。ツインテールなんか、もう何十年ぶりって感じにしました。本当に。何十年ぶりだろう。中学生ぶりとか言うと、なんか、もう、ね、おばさんみたいな感じの年齢になっちゃうんで、あんま言えないんですけど。ピンク紙貼ってある。あ、スクショタイム。スクショタイム。どうしよう。ハート。どうしよう。めっちゃ動いちゃうな。リボン。どうですか。そうだ、またお菓子作ったっていうか置いてたから、あ、ついちゃった。実はまたお菓子があるんですよ。先ほど見られた方は知ってると思うんですけど、私昨日お菓子作ってて、今日のためにどうでしょうか。はい、これスクショタイムに使ってください。はい、どうですか。これスクショタイムです。いいですかね、いいですかね。どんぐらいの時間やったらいいんだろう。はい、あ、そうですそうです。これさっき、あ、そう、さっきと実は違うんですよ。同じって、そうそう、色違いで、実は、あ、7位になりました。これは、ちょっと新しいバージョンで、ちょっとうまくできたんで、やってみたのと、なぜこちらは、何もないかって言いますと、こっち、すごい失敗したんで、あまりお見せするのは恥ずかしいんですけど、こういう状態になっちゃって、ただ食べるだけって感じです。これなんでしょうね。すごい、生クリームを欲張ったらこんな顔になっちゃいました。一応パンダなんですけど。あ、いっぱいなんかお菓子美味しそうとか。一番奥はムックですか。これですか。これ一応パンダなんですけど、めっちゃね、失敗しちゃいました。ね、7位になりました。パンダですか？そうなんです。パンダなんですけど、失敗したので、もう今から食べちゃいたいと思います。いいですか？食べちゃって。さっきみたいに、さっきもいっぱい食べたんですけど、なんか次のためにちょっと残すって言ったんですけど、この前じゃない、さっきは。もう4個出して4個全部食べちゃいましたよね。びっくりしました。え、もう食べていいですか？もう配信始めていきなり食べるっていう。どうしよう。3、2、1、どうぞ。はい、食べ、いただきます。この崩れた顔のパンダ、はい、食べます。いや、お昼ご飯はもう食べたんですけど、またおやつとして食べます。はい、リボンは赤です。そうですよね、見えないですかね。食べたくてしょうがない。はい、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。自画自賛なんですけど。はい、メルカリで売るんで買ってください。嘘です。大食い系受験生、おやつかっこ2時。そうなんですよ、おやつの時間にやりたいなって思って、2時だが、しかし2時。いただきます。跡形もなく美味しい。
私趣味大食い企画とかよくやって、友達と。この前お寿司屋さん、回転寿司で17皿食べました。どうですか、これすごくないですか？カロリーが心配。ごめんなさい、本当に。パンダはよく噛んで食べないのね。制服はドン・キホーテで買ったの。いや、違います。これ、アマゾンさんで購入しました、こちらの商品。はい。生クリーム足りないな。確かに17皿で71の反対だ。すごっ。奇跡。半分ください。半分あげたい。私食べ過ぎなんで。半分あげたいです。そして実は生クリーム足りないなって思ったら、こちらの追い生クリームがあるんです。実は。カロリーが心配ってコメントが来てたのにもかかわらず、はい、さらにカロリーを追っていくという。おいクリーム、はい、やっていき。だって足りなくないですか、普通に考えて。もうないんで、かけますね。さっきもうちょっと生クリーム欲しかったってコメントもあったんで、はーい。これコストコで買ったんですけど、永遠になくならなくて、もう、こうするしかないんですね。とんでもない量になった。遠近法使えばもう、ほら、こんぐらい、顔と同じぐらいになりますね。何言っとるんやろ。量やば。いいですか、食べて。うまい。おいしい。6位になったの？え？ 食べとるだけで。みんなありがとう。あ、美味しそう。美味しそうじゃない、美味しい。なんか視聴者側の立場に行ってしまった、今。なんか自分が見えとるからさ。美味しそうって言うたった。クリーム鼻についちゃったってやらへんのかいって。あざとすぎんそれ。とか言ってここにつけるっていうね。食レポよろしく。難しい。コストコって和歌山にないんやな。大阪まで行ったんか。今和歌山、和歌山出身なだけで、今和歌山には住んでないです。どこに住んでるかは言えないんですけど。あざとーい。 ハンバーグ。 ハンバーガーでハンバーグしていっぱい食べるから大きくなったんだね。そういうことですね。はい、うまいわ。ということですね。あ、リコさん、初見、こんにちは。こんにちは。来てくださりありがとうございます。リーカさん、こんにちは。こんにちは。来てくださりありがとうございます。ただ食べてる。予防繊維の安心。ご存知。そうですよね。次は壁に貼りますとか。言って壁に貼るこの情報量の多さ。
毎回増えていくかもしれないですよね。過去の何事か貸して見えてない。バイト歴貼ったらもうここ全部もう私の顔の方まで埋まりますよね。この手まで乗ってきた。なんか可愛いですねこれ、動物みたいな。めっちゃ字うまいんですけど。ありがとうございます。私字うまいって言われるのめっちゃ嬉しいです。あ、美味しいな。食べるだけでこんなに生クリームかけすぎるからいい食べっぷり。あの朝もこれと同じ量食べたんで今結構お腹いっぱいです。正直でも食べたいってなる。ちうまいですね。うまいの字がちょっと違うかな。後ろの絵はキリンさんや、あ、そうですよ、キリンです。これ皆さんからあの馬なんじゃないかとか、これキリンじゃない、キリン犬なんじゃないかとかすごい言われるんですけど、私的にははい、キリンです。これ振りですよね、あのキリンですっていう、もういつもいつも。身長かなり高いですね。あ、そうですよ、高いです。167あります。大学生、はい、学生です。学生。なゆきさん腹減ってきた。お昼ご飯食べてないですか。いに来そう、絶対に来ます。はい、でも今日はいいんです、ハロウィンなんで。とりあえずしんちゃんのモノマネお願いします。はい、じゃあしんちゃんのこういう感じでいくのか、恥ずかしいな。でも結構、あ、これ言わない方がいいか、結構似てるんですよとか。はい、じゃあしんちゃんのモノマネまで3、1。おほほーい、おらしんのすけだぞ。どうですか、どうですか。ちょっとこれ早くコメント来ないと恥ずかしいんで、来てください。はい、普通に似てた、ありがとうございます。一瞬立てますか。ここ立てないんですよね私今。あのベッドに座って配信してるんですよ。だから立てないんですね、ごめんなさい。立てるように頑張ります、次回からとか。あ、普段からヒールとか履きますよ。なんでピンクの X 線つけてたの。なんかあのオーディション前に気合い入れたいなって思ってピンク入れてきました。でもあんま良くなかったなって思ってます、ごめんなさい。似てた、普通に似てる、ちょい似てる、もう一回やって、消しといた方がピカチュウ。まあまあ75点。うまい、うまいって人も。坊ちゃんやってなかった。じゃあもう一回やりますね、ちょっと調子悪かったみたいです。いきます。
ふふふい、うやしのすけだぞ。どうですか？いや、タラちゃん、タラちゃんやったことないわ。兄弟はいますか？はい、います。習い事めっちゃしてるやん。あ、めっちゃしてました。ありがたいことにご両親が、はい、にさせてもらいました。モデルの仕事とかしてたの？いや、一切そういう芸能関連っていうか、そういう仕事を一切したことないです。一般人です。もうごく、もうほん、もう生粋の一般人です。はい。虫好きにゃ？虫好きじゃないですね。はい、全く好きじゃないです。ごめんなさい。好きな人いたら本当にごめんなさい。タラちゃんで、タラちゃん、タラちゃんです。タラちゃんってタラちゃんですっていうかな。ごめんなさい。これもうタラちゃんファンの方いたらごめんなさい。タラちゃんファンとかいるのかな。80点。しんちゃん結構好評なんやけどな。じゃあドラえもんお願いします。ドラえもん、のび太くん、絶対違うやんかな。ちょっとなんかあれやな。ちょっともうやめてください。もう恥ずかしい。生粋の一般人、そうですよ、生粋の一般人です。習い事の数結構多いですよね。レスリングって習い事でするんだ。あ、やってました、やってました。小さい時ですけどね。大阪に住んでるんですか？それはちょっと言えないです。タラちゃんのが似てる。ちょっと傷つく、それは。しんちゃん好きとしては結構傷つく。秀明さん、トップ画像がやさぐれすぎて損してる。めっちゃおもろいよね。っていうか、めっちゃおもろいですよね。逆サムネ詐欺みたいな。ね、それで、はい、ツイートしてください。ぜひ、はい。ピンクちゃん、ないちゃんは、逆サムネ詐欺で、本当は、清楚。はい。これ、そのまま使ってください。はい、どうぞ。はい。タラちゃんいけてる。タラちゃんファンって。ドラえもんはガチでやばい。ドラえもんは絶対に今後一切やりません。はい、そのままで。煉獄さんお願いします。もうやめてよって、ほんまにこれこそ叩かれますよね、煉獄さんファンに。うまいうまいうまいしか言ってないやん、しか言ってないやんっていうのを叩かれるか。ごめんなさい。うまいしか私は分かりません。カズさん、こんにちは。こんにちは。来てくださりありがとうございます。リスニング、はい、やってましたよ。お酒飲んでる？お酒飲んでませんよ。私お酒飲まなくても、てかお酒そんな飲めなくて、っていうのは炭酸が飲めないんですよ私。飲み込めなくて、炭酸のシュワシュワが、飲み込む、喉が痛くなるので、お酒飲めないんですよ。はい、多分顔が赤いのは恥ずかしかったからです。ただそれだけです。チンパンジー、チンパンジー飲まれてないんだね。めちゃくちゃ無茶ぶりごいな。誠さん、やさぐれてないちゃん、あ、やさぐれてないちゃんでもいいですね。やさぐれてないちゃん、ピンクじゃないちゃん、めっちゃなんか肩書きみたいなの多いですね。なんか最初、あ、この子かわいいで入るはずが、んみたいな、ちょっと悪目立ちしてるなこいつで、興味があって入ってきた場合がすごい多いですよね、私の場合。
はい、ユーサーギーさん、清楚、はい、実は、はい、ピンクがなくなったことによって、はい、清楚という肩書きが、はい、得られたナイちゃんです。はい、あ、デリヒロさん、後で拡散しとこう、あ、してください、ぜひお願いします。まあ芸能界なんて目立ったもん勝ちやからな。そうですよね。聞かそう、聞かそう。お前も鬼に ならないかやったっけ、ならないかやったっけ。いや一応映画見たんですよ、映画見たんですけど、私すぐ忘れるんですよ、ごめんなさい。あいやめさん、この楽しい口調で塾で授業してるんだろうか。割と楽しく授業やってます本当に。はい、私だけが楽しいのかな、いや生徒さんもきっと楽しいと 思ってます 思って私は教えてます。あ、失敗パーマさん、山本彩香さんギターと渡辺美樹さんの習字。でもそんな習字めっちゃそんな上手いって言うほどなんですかね、私そこまで長く習ってなくて、習字実はつい2ヶ月とか習っただけなんですよ。火箸だけに炎上するわ、ほんまですね。もう一回花澤さんやって、花澤さん確かに同じ髪型やけど、花澤さんって磯野くんっていう人やよね。え、花澤さんって磯野くん、磯野くんみたいな声ガラガラの人やんね。めちゃくちゃ無茶ぶり多いな、なんでや、なんでや、こういうもうこういうキャラになってしまってるん、この特技クレヨンしんちゃんモノマネって書いたことによってそういう弊害が出てるってことでよろしいでしょうか。はい、そういうことですね。喉赤ちゃん、あ、そうですね、この炭酸のシワシワいけますか皆さん。私本当に無理なんですよ。てるひろさん、お酒飲んでも大丈夫だね。いや全然大丈夫じゃないんですよ。でも飲まなくても楽しくなれるので、そういう、はい、楽しくなれますよ、楽しくなれますよっていうか、もともと楽しい人なんで。あ、初見さん、あ、フォローしました、フォローしていただきありがとうございます。カイタさん、あ、焼酎ロックでいいやん。なんてこと言うんや、もう死んでもやろ。あ、マー君さん、こんにちは、こんにちは、来てくださりありがとうございます。ピンク X って残してるの、今度見てみたい。あ、ありますよ、ここに、こちらに。初見です。あ、はい、初見さんありがとうございます、来てくださり。ピンク X って見ますか、さっき朝配信した時にお店したんですよね。そしたら神回って言われて、まあ神だけに、うん、ちょっと滑った感じ出さないでくださいね。こういう感じです、私の記念品。はい、 こちらが私の記念のエクステとなっております。はい、見えますかね。はい、エクステついてる時に授業したことあるの、いやそれはないです、塾でモノマネ教えてるんでしょ。違うわ。誰がモノマネ教えるんや。おー、それなら授業受けてみたい、なんでや。誰がモノマネ教えるんやって、塾で。完全に泣いちゃう推しになった、あ、ありがとうございます。あ、習字2ヶ月ですよ。はい。あ、うーちゃんこんにちは。めっちゃ流れ、あ、
もう結構流れてるんだ。毎日コーラ飲んでる。よくないですよ。のギターで何か曲弾けますか？まあなんか知ってる曲なら、タブ譜とか見ながら、コード譜とかこう流しながらなら大体弾けますよ。あいみょんとかもう言っちゃダメなのかな。こんな感じでしたよ。 これ何回出すんでしょうね、配信で。これをあの視聴者さんから「ここに貼れ」と、先ほど言われましたが、さすがになんか気持ち悪いかなって思って貼ってみたんですけど、さっき気持ち悪いですよね、絶対ここになんか貼ってたらね、絶対キモいですよね。はい、なので見せるだけにしてます。はい、本間美人さん、ありがとうございます。コーヒーは飲めるんか？あ、コーヒー飲めますよ。喫茶店でバイトしたことはあるんで、その喫茶店の休憩中にコーヒー出されてたね、出してもらって はい、なので飲めます。フラダンス配信はいつですか？ 踊りますか、フラダンス。デニーズでバイトしてそう。デニーズでバイトしてないですね。はい。のんたんさん、かわいい。ありがとうございます。NME のでだから笑い求めるものです。諦めてください。ピンク貼っておこう。いや、ピンク大好きですね、皆さんも。スカイトさん。飲まなくても白浜ウェイ。白浜ウェイめっちゃ好きですよね、カイトさん。神回、神だけに神回気に入ってしまったのか。いやー、みんな神好きですよね。ピンク神好きですよね。分かっていらっしゃる。そういった感じの、そういう。ミルクティー好き？あ、ミルクティー好きです。基本的に甘いものは全部好きです。こんにちは。初見ですですよね。はい。初見さん、ありがとうございます。来てくださり。こんにちは。こんにちは。来てくださりありがとうございます。はじめまして。ないちゃんが先生だったら嬉しい。はい。ぜひ入塾してください。ミサンガみたい。エクステを飛び道具に使う。単音弾きできるんですか？まあ、練習したら弾けるって感じですかね。初見では、まあ、コードぐらいでしか弾けないです。エクステ、視聴者プレゼントお待ちしております。視聴者プレゼントじゃなくて、こちら、メルカリの方で出品しておきますので、はい。よくあるね、先ほども言った、99,999みたいな、なんかよくわからない出品してらっしゃる方とかいると思うんですけど、そういう感じで出品しておきます。はい、嘘です。はい。エクステ夜中に成長したりしますか？長さを最初から測ってないので、成長しているかはわからないんで、後日お伝えできるように頑張ります。はい。マッチーさん、好きです。ありがとうございます。恐縮です。いつかやってほしい、フラ。久しぶり。あ、フラのスカートないな。長いスカートで代用するか、なんかできたらやります。この配信期間中に。コーヒー強要されたんにゃ。 強要っていうか、まあ、ブラック飲めなかったんですけど、その場で飲むのはブラックしかダメで、なのでそこではブラックコーヒーを強要されましたね。コーヒー飲めるには一番好きなブラックビト。 ブラックでも飲み慣れてるのはブラックですね。その喫茶店のバイトの時にブラックしか飲んでなかったので、飲んでなかったので、飲めなかったのでかな。いや、なんか、被害者面みたいな感じで嫌だな。 飲めなかったの、飲まさせてもらっていたのでかな。はい。のみ
た。なおちゃんに言ってる。前プロフィール写真見て毎回拭いてます。ありがとうございます。その笑いのネタにしてもらって、私一番美味しいかもしれないですね、もしかしたらこのショールーム配信者の中で一番美味しいとこを持ってってるかもしれないですよねありがとうございますよ。音の下条件ピンクエクステあ、ヒロさんこんにちは。こんにちは、来てくださりありがとうございます。ブラハラやな、確かにコーヒーブラックハラスメントですね。私はあの時、そうですね、でもあれがなかったらコーヒーのブラックっていうかコーヒーすら飲めなかったんですよ。まずもうお子ちゃまな舌なんで、はい、だからまあ感謝ですかね。あのコーヒー、あのブラックコーヒーしか出されないかったことによってブラックコーヒーが飲めるようになったっていう、大人になったっていう、まああのポジティブにいけばですけどねやさぐれキャラからの清楚キャラやっぱあれやさぐれてますよね。あのよ、はい、言われ、あの何回何度も何度もコメントで拝見しております。やさぐれてる写真だねって。でもどうでしょうか、あのよく考えてみてください。あの写真がすごい良くて配信見てみて、なんだこの顔かよって思うより、あの写真でちょっとがっかりさせといて配信で、あこいついいやんってなる方が良くないですか。どうですかどうでしょうかポジティブすぎるかな。似てるかな、どんなの普通に。配信のために順位上がってるじゃないですか。あ、今順位上がってるのか。あ、本当だ、今6位なんだ。あと1280で5位になる。おー、知らなかった。ほうほう、あ、推しメン誰ですか。渋谷渚さんです。こんにちは、頑張ってくださいね。ありがとうございます顔だけじゃないからね、確かにそうですよね、ごめんなさい。逆パネル詐欺、逆詐欺。でもさ、意図的にやった。いや別に意図的にやったわけじゃないんですね。あ、書類審査の時は派手髪じゃなかったです。あの黒で、もうちょっと髪は短かったで、ショートでした。はい、この数ヶ月で何があったんですか確かにそれみんなが聞きたい案件ですよね。なんでピンクにしたんだろうなんでピンクにしたんだろう、本当におもろいな。私実物を見て380度イメージが変わりました。ありがとうございます。いい方向に変わってるといいです。あ、おけいさん、はい、フォロワー635人、あ、増えてる。皆さんありがとうございます、嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。血液型何型。 A 型です。 A 型です。 A 型って、あ、書いてなかった、私めっちゃ書いてるつもりだったA 型です。 A 型、あー、この写真で気になった。あ、めっちゃ流れてるな。試験です、こんにちは。はい、こんにちは、来てくださりありがとうございます。
ただ、5位も7位も配信しているので抜かすこともあれば抜かされることもあるので油断禁物やで。確かにそうですよね。 DD とかアイドル用語分かりますか？ DD、あれ、私の知ってる DD はあの誰でも好きの DD なんですけど、合ってますかね？どうなんだろう。あー、今週心で気になった心で気になる方多いですね。まあ、気になりますよね。私ももしショールーム見るとしたらこのピンクのやつなんだって思って、まあまあ見に行きますわ。あ、なぎちゃん氏なら合格です。ありがとうございます。かいてさん、紫にしとけばよかったな。そこじゃない、まあ、そこじゃないよね、やっぱ黒じゃないとあかんのよね、絶対に。サメガジド、ほんまやん一周しとるやん。180度やったら全部カットなんかそれ引っ掛け問題みたい。騙された。タップルさん、他の候補者とは全然合ってない。え、合ってないと思ってます、私。はい、合ってない、合ってないです。はい、安井さん、なんかまたすごい子来たぞってなった。まあ、すごい子ですよね。オーディションにあのピンクで行くっていう、なかなかのすごい子ですよね。はい、それが私なんです。徳高さん、初見です、2号。ありがとうございます、来ていただき。アイシャドウもピンクだ。あ、そうですよ、ピンクですよ。というか私化粧があまり得意じゃないので、あのピンクしかないんですね。はい、あのこれから化粧とかもあの勉強していきますよ、ちゃんと。はい、ちゃんと勉強していきます。はい、あ、 A ポーズに片方の位置出したら、あ、そういうことか。だからあの A 独特って言われたのか。こういうことですよね、こうこうか、こっち、あ、あー、そういうことか。だからずっとあの A のポーズ、あの独特って言われてたんですね、私。今気づきました。じゃあ次からは何型ですかって聞かれたら A 型ですって答えます。あ、5位になってる、嬉しい。え、 5位になってるえ、びっくりした。え、ありがとうございます。皆さん、皆さんの応援のおかげで私は今5位になりました。ありがとうございます。どんどん盛り上げていきましょう。はい、あ、誰でも好きで、誰でも大好きか。あ、そか、誰でも大好きだよ。ちょっと違うことな。あ、初見です。あ、ありがとうございます、来てくださり。目立つことはいいことよ。なぎささんは DD は良いこととおっしゃっていました。背が高いの手は大きいですか、いや手比べしたいです。定規あれば手の大きさ測れるよ。 DD は大歓迎ですか、手のひら広げられますか。 DD は大歓迎、もちろん大歓迎です、嬉しいです。手マジででっかいですよ、でっかいですよ。派手系かと思ったら違った、すいません、全然違います、全然違います、本当に違います、あの全然違いますよ。あの自分、このあんまり人に意見言えなくて、そういう自分を変えたいって思ったからこのオーディションに応募しました。そのぐらい全然派手じゃありません。これ15センチ物差しですよね、物差しですよね、じゃなくて物差しなんですで、こう私の手なんですけど、手首、ここで合わせますね。ここゼロですよね。はい、もう全然こう超えちゃいます。こんぐらいでかいです。
はい、もうなんか顔とね、顔もなんかこう隠れれるくらい結構手はでかいですね。はい、バレエやってたんでそれもあると思います。あとギター、まあ、こっちもでかいんで弦はすごい抑えやすいです。今日はセンスのコスプレ手広げ、あ、二次審査とかも誰とも会わなかったの、あ、会いましたけど、そんななんかあの緊張で顔とか全然覚えれてないんです。私本当に緊張しちゃって、はい、一人隔離されて面接したの。いや全然違います、和歌山県なんですね、隣の三重県なのでぜひ頑張ってもらいたい。はい、頑張ります、頑張りますよ。写真よりめっちゃ可愛い。え、ありがとうございます。ぜひピンクじゃないちゃんでツイートしちゃってください。5位になったでしかも、4位もそんな遠くない。ほんまですか、ほんまや、88ポイント。え、頑張りたい。うんうんうん、本当に嬉しい、ありがとうございます皆さん。多分他の候補者からボスキャラと思われてる。いや、ピンクなだけでちょっと本当に怖い、私そんな気強くないのに。でもこれをこの機会でもっとこう強くなりたいって思ってるんで、まあね、そういうことで。ピンクかわいい色、もうピンクはないんです、ごめんなさい。サムネと実物が370度違います。もうそれもあの一周回ってるからね、もう印象が全く一緒ってことなんですよ。はい、クワガタって言ってもいいにゃ、クワガタだから西中島南方ね、人気上がってきた、フォローしました、ありがとうございます、こんにちは、こんにちは、来てくださりありがとうございます。ベース上みたいになるピッチャーな、なんとかみたいな感じですね。誰でも好きやったら DS やんDS めっちゃ懐かしいなにちゃんは柔らかい、あったかい手かもね、エクステ効果、こんにちは、全集中でカウントしますね、もんですいません、全然大丈夫です。智弁和歌山さんこんにちは、こんにちは、レイニャさんこんにちは、ノムノムさんこんにちは、こんにちは、マークさん、はじめまして、来てくださりありがとうございます。生坂フティニット8期生ということで、はい、ノムノムさんはじめまして、はじめまして、安いほほお、お指なんか手首にほくろある、手首に、あ、ここにはあります、あ、サンクタブ届くない、そう指長いんですよ、30センチ定規ですか、いや違います、こちらの定規、はい、こちら見えますかね、はい、15センチ定規となっております。説明口調が塾の先生、いやこんな口調では説明していないです、ごめんなさい足のサイズ教えて、足のサイズは 24.5 です。でかいですよね全体的に。好きな芸人さんはたくさんいるんですけど、じゃああの有名ところからいきます。まず、まあ、和牛さん、かまいたちさん、あきなさんで、ちょっとあのコアなとこ行けば、よだれ鳥さんっていう、まあ、さん、あの吉本じゃないんですけど、あのよだれ鳥さんっていうお笑い芸人の方が私すんごく好きで、はい、もうはい、すごい面白いですよ。
フォークボール投げやすいんで長いと野球やったことないんですけど、できそうですかね。手首から中指まで何センチですか？何センチだろう？15でここやろ？15でここで19センチあります。こっからここまで19センチ。ファイナルの9、1の方。ギリギリ、1000レベル以上。好きなアイドルは、基本的に48、46グループが好きです。いや、手比べ。どうですか？こういう感じでいいですかね？遊びに来たよ、ありがとうございます。オーディションの雰囲気ってどんな感じでした？オーディションか、でも雰囲気、結構なんかまあしっかりしてました。コメント合ってるかな。特攻服着て大阪城ホール行こう。星投げるねとか、ありがとうございます。手のひらのサイズ17センチが平均なんだ。へえ。あ、ヨネシーさん、森健さん、あ、こんにちは、こんにちは。レナさん、おでこ見たい。あ、おでこ、こんな感じです。印象変わりますか？ちょっとおでこ出す、なんかおでこ広いから出すのコンプレックスなんですよ。あと眉毛が凛々しいのがちょっとコンプレックスで、こんな感じです。ちょっと大人っぽくなりますよね。それも大人顔なのもちょっとコンプレックスで、はい、ずっと前髪はパッツンです。ヤンキーなんですか？いや違いますよ。運動してるから腕の筋肉ありそう。腕の筋肉っていうか、ギターしてるから左手の握力がマジで強くて、その弦を抑えるからもう35、6とか普通にあります、左の力。声好き、ありがとうございます。他のこの子さん、あの子と関わったらダメよ、あのピンクの子。本当に言われそうですよね。もう怖い怖い。でも高いんでしょ？その服で生徒に教えてるの？いや違いますよ、さすがに。その成果自前なの？あ、自前です。ハマイタチチキニャ、あ、めっちゃおもろいですよね。私はピスタチオさんが好きです。めちゃくちゃあれですね、癖ですね。よだれ鳥聞いたことない。まだ結成して2年目3年目ぐらいの方です。めっちゃ手綺麗。あ、ありがとうございます。手綺麗ですか？写真、今のナチュラルメイクとギャップすごい。化粧って化粧着ない方がフォロワー増えるかもよ。あ、そうなんだ。なんかメイク、あ、そうですよね。私目がすごいきつい目、濃いっていうか、まあ、それもなんか割とコンプレックス多いんであれなんですけど、なんで化粧を薄くした方が映えるなって思って、自分でも思ってますが、しかしオーディションは皆さんなんかちゃんと化粧してくるかなって思ったんで、なぜか化粧濃くしていったらああいう感じになっちゃいました。はい。指長くて綺麗なのめっちゃタイプ。長くて綺麗ですか？ありがとうございます。あ、でも手綺麗は割と言われるかもしれない。どうですか？はーい。よだれ鳥はどこで見つけた？ツイッターかな。お笑い芸人好きすぎて、友達の紹介ってめっちゃおもろいな。友達がこの笑い芸人おもろいよっていうので知りました。
でまんまとハマりました。エコノミーラブとかあんまりわからないです。聞いたことあります。可愛い、手綺麗、ウィンクください。ウィンクいいかな、ウィンク。どうですか、ちょっとリップ濡らしてください。ちょっと乾燥してきた。うん、写真と印象違います。あ、いっぱい来た。参加初見です、こんにちは。皆さんこんにちは、来てくださりありがとうございます。おでこかわいい、おでこ美人やん。いや、おでこ広いのほんまにコンプレックスであんまり出したくないんですよ。でも印象はめっちゃ変わりますよね。そう、前髪ありの方が私も好きなんですよ。その大人顔が結構コンプレックスなんで、できればパッツンで子供っぽく印象付けたいっていうか。大人っぽいのいいやん。本当ですか、ペンライトカラーと決めてる。いや全然決めてないです。美形ありがとうございます。そんな横出し、想像以上に可愛くて課金したありがとうございます。そんな、K-POP のアイドルめちゃめちゃ言ってくれますやん。眉毛は抜いてルーチに焼いてくる抜くの怖い。なんや、おでこ見せられるんや。ハロプロやったおでこ見せへん時点でなんとかやで。腕の筋肉みたい。リンゴ握るやん。リンゴ、ギター弾けるの？ギター弾きます。まさやさん、あ、こんにちは、また来ました、ありがとうございます。来てくださりどうもありがとうございます。綺麗な目してますよ。あ、目は結構自分の好きなところで、結構カラコンとかしてないんですけど、目が茶色いんですよ。それが自分の中では一番好きです。 NMB 初の岡山メンバーになるね。 なれると嬉しいですヒロさん、あれも公園での写真の表情見せたら普段とのギャップでみんな一からで出せますかね。もうわかんないですもん。こんにちは、こん、あ、皆さんこんにちは。あ、かぼちゃの方とみっちゃんさん、こんにちは、こんにちは、来てくださりありがとうございます。やばい、ガチャガチャとレスリング気になるガチャガチャとレスリング、うん、ガチャガチャ趣味なんですよね。なんかおにぎりングとか、あと私すみっこ暮らし好きなんで、すみっこ暮らしのガチャガチャとかあったらもう大量に使っちゃいますね。右目のウィンク難しい。あきさんこんにちは、こんにちは、来てくださりありがとうございます。右目難しいんですよ もう自分で押さえてるっていう難しいです。こっちしかつぶれない本当に。かわいいかいや、いやいやいや、俺が審査員だったら間違いなく合格にする。どうですか、衣装さん、師匠さん、今日はこの配信で終わりのつもりです。これから予定があるので、はい、それが終わり次第ですね。できるかどうかわからないですけど、9時ぐらいにお家に帰ってこれたら、まあ22時まではやろうかなって思ってます。麦キッスお願いします。絶対アイドルになってほしいです。私もなりたいです。あ、ナイちゃんの腕の筋肉みたいです。どうですか、結構ありますよね
指パッチンできますか？色素薄い系。そう、目がマジで茶色いんですよ。なんかわからないかもしれないですけど、茶色いんですよ。指パッチンできますか？どうですか？曲に合わせて髪型変えれるレベル、いいのかな。いい。アンキックさんどうも、どうもありがとうございます。また5位になったで、良いとのさんもさっきの半分まで減ったで。あ、本当だ。もう良いまで来てるの。ありがとうございます。皆さんのおかげです。なんかそんな私がって感じで、なんかもうびっくりしてます。なんか皆さん配信慣れてる方じゃないですか。その上位の方ってそうじゃないですか。だってなんか皆さんのおかげです。本当に私こういうのも最初書いてなかったんですよ。でも皆さんが教えてくれて頑張って書いて、だから多分増えたっていうか、そのランキングいけたんだと思います。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。綺麗な目いい子って星集め行ってくる。ありがとうございます。 NMB の劇場公演を見たことある？見たことないです。和歌山、本当に田舎なんですよね。あとは親がなんか厳しいっていうか、あまり外に出れなかったっていうか、そんな感じだったので、はい、あんまりライブとか行ったことないです。ガチャガチャ、わかります？ガチャガチャ、300円ぐらい入れてガチャガチャってやるやつ。ティーチャーのポップコーンのガチャガチャしてる。ハローキティってやつ、焼きたてのポップコーンもいいんだかなってやつですよね。知ってますよ。身長高いんだね。高いですよ、カイツさん。まあ僕陰キャなんでリアルスイックグラスですけどね。なんてこと言うんですか。ヘッドコンタクトずれた人みたいになってるぞ。なってます？すみっこ暮らし、メイクできないのかわいい。すみっこ暮らしのなんとか金、ガチャかな。その髪型かわいい。かわいいですか？ありがとうございます。あかりに似てるね。なんて答えんですか。ギター弾いてよ。ギターは明日弾こうかなって思ってます。今日はちょっと盛りだくさんなので、このハロウィンだったり、明日弾くつもりです。焼肉行くにゃ。いや、焼肉ではないですね。今からアルバイトに行ってきます。もちろんこの服では行きません。なのでもうそろそろライブ終了したいんですけど、なんと4位まで854ポイントなので、ちょっとどうしよっかなって思ってます。おお、強そう。セクシーですかこれ。カチカチやぞ。嘆きスカキン。最終日はエアリスニングだね。次もコスプレかな。体は柔らかいですか？あ、柔らかいんですよ。薄化粧っぽいメイク術を取得し、おじさんたちを釣りまくってください。次の髪型ポニテはどうすか？似合うかな。私まだ髪結構短いんですよ。だからピョンみたいになりそう。くさん、はーい。あ、チラが来た。チラ、おかげです。あ、イントネーションタラちゃんやね。そう、おかげです。タラちゃん、そうか。あ、またチラが来た。チラ、おばけさんこんにちは。こんにちは、来てくださりありがとうございます。今日の配信は結構、あ、そっか、結構時間やばかった。15時15分にはもう切ります。皆さんのおかげです。バイトンネルズ、確かに左手、いや左こっちか、エアー手比べどうですか？
お疲れ様です。お嬢様なんか、いやそんなお嬢様ではないんですけど、箱入り娘ではありました。こんにちは、こんにちは。まあ学生です。はい。あれにが売り返ししてください。わかりますよ、が売り返し。これレスリングやってる人にしかわかりませんよね。今856位まで、136どっちに転ぶかな。確かに4位になりたいな。岡山ジンクス打ち破ろう、楽しみ、トカゲが気になったにゃ。終わりにゃ。なえちゃんこれからも見たい。まだいける。課金増え。こんにちは、こんにちは。ルームフォローしたね。ありがとうございます。この2学館でタラちゃん習得してるの草。いや、タラちゃん似てます。今度歌も聞かせてね。はい。15時22分と予想。投げキスしたの見逃した。ピンクじゃないちゃんです。はい。ガブリ返しよ。ガブられ会の開催希望です。みかん箱入り娘でしたのね。合格したら大阪城に住む。姫ですか。私の中では絶対合格です。ありがとうございます。あ、でもレスリングちょっとやってくださいって言われたら私構えとかできますよ。そのなんかもう身についてます。それは結構。煉獄さんも習得してください。うまいうまいうまい。あかんあかんかん、絶対に炎上するこれ。やめてください、本当に。勘弁してください。4位まで854なんだ。あ、4位もう4位になった。すごい。でも3位までとんでもないポイントがあるんですね。はい、3位の方とんでもなくすごいんですね。3位から上ってすごい、ます、すごいですね。わあ、4位になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。おかげです。こんなにいっぱいいけると思わなかった。終わる前に投げキスください。どうですか。似てないモノマネを習得するアイドル。そこまで言われると傷つきますよ。私しんちゃんだけは得意やと思ってたんで。口笛吹きますか。くらいです。悪くないだろうみたいになる。4位になって壊れた。朝の時は6位から とんでもないって言ってたのに、あなたもファンもとんでも。次髪染めるとしたら、何色にしますか。合格されたら責任前にショックするのは染められないですが。あ、染めないですね多分。私実は染めたことないんですよ、この自分の髪には。そのエクステでここにつけるとかはあるんですけど、この今見えてる髪とかは染めたことないです。なので染めないですね多分。染めるの怖くて、すごく染めれないです。まあ、特技クレヨンしんちゃん、タラちゃん丸。そこまで言いますか。もっとクレヨンしんちゃん練習します。ぼーちゃんの声真似簡単だよ。ぼーちゃんね。ぼー、もう似とるかもね。川の中に石がある。ブリューブリザエモンのモノマネ特技にしません。渋い声。釣ってください。釣りますよ。えい。似てないモノマネ。こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。
明日ギター配信楽しみ、まあできるように頑張りますね。練習してみます。染めたことないのすごいな。あの怖くて本当に染めれないんですよ。エクステだったんですね。はい、エクステでした。染めたことないんよ。あ、染めたことないんですよ。本当に絶滅黒髪少女なんですよ私。なかなかいないですよ、二十歳で染めたことない人。眉毛剃ったことはありますが、なんか凛々しい眉毛です私は。ほら、あんまりおでこを見せるのは好きじゃないです。黒髪アイドル最高さらんよ。順位より上昇率が大事だと思う。結構結果上位になるけど。めっちゃ可愛いありがとうございます。1位になれる素材だろ。プロフ自身が足引っ張ってたんじゃ。ほら確かにね。はい、そうですよね。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、ピンクつけてたのに染めたことないんか。いやー、もう染めたことないからこそこういうピンクつけれるんですよ夜の水泳配信楽しみに。はどういうこと似てる、かわいい。この沼深い、ボボボボボボThis is a stone in the river 英語にしてくれるんだね、カイトさん。おすすめのガチャガチャ教えてくれるとくださると嬉しいです。あのおすすめガチャガチャは君が好きっていうガチャガチャなんですけど、卵になってて、卵を開けると卵寿司とかサンドイッチとか、卵の、あとひよことか、あとなんだっけな、とかのリングが出てくるんですよ。おにぎりング、一昔前ってか今もあるんですけど、おにぎりングっていうのが流行ったの知らないですかね。それと似た感じでリングが入ってるんですよ、パカって開けると。それが、はい、おすすめです。その釣りじゃないと思うぞマジです。え、その釣りじゃないんだ、あれこれなんかサムネで、なんだろう、あれですか、スクショタイムとかの釣りですか。染めたことないちゃん、染めたことないちゃんです。めっちゃ清楚、ないちゃんでいいのか、ないちゃんです。今日のメイクは坂道さんっぽいです。実は今日より昨日の方が薄かったんですよ。あの今日アイライン引いてみたんです。なんか今日結構濃いんですよ自分的には。前髪のなくす感じにしてもしますか。こんな感じです。どうですか。めっちゃネイティブや、もうよもやよも帰国子女さん。いや、あの部活で、あの ESS っていう英語部だったんですよ高校の時でもそんな英語発音いいとかじゃないですよ本当に。遊びに来たよ、あ、ありがとうございます。でももうそうですね、あの配信終了しちゃいます。ごめんなさい、もう終了します、もうすぐ終了します。いくちゃんが、あー、もつしてきた。マイセリフは有料ですか。全然います。あ、あなたのことが大好きキュンとかなんや。あ、そうなんや、釣りって。あー、なんとかと遊びたいならアイドルにならないでね。 BB なしを着て踊ってるのみたい。黒髪ロング好きとおないないと思っていたが惚れました。それでは元気でにゃー。今日もないちゃん可愛かったよ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。最後にじゃあスクショタイムで終わります。あのこれでツイートしてください。皆さん、開けたのも似合いそうって言われたんでちょっと開けてみます。はい、どうしよう、え、どうしようかな。配信ありがとう、どうですか。最後にスクショタイムでこれでツイートしてください。ピンクじゃないちゃんで
ですか？真っ赤なスカーフです。いいですかね、こんな感じでスクショタイム。ありがとうございました。あ、最後にランキング、あ、いっぱいあげていい？あ、ぜひお願いします。あげてください。もうあげてくれた方が嬉しいです。私全部見ますよ。ピンクじゃないちゃんのハッシュタグつけてくださったらもう全部見ますよ。はいはい、アイドル写真ポーズ研究してみては、はい、研究してみます。はい、じゃあライブランキング13位から読んでいきます。はい、恵方巻きの人13位、12位、第3、あ、3つけるの忘れてて、恵方巻きの人3、11位、ファリオさん3 10位ソワカさん、9位ウィルソンさん、8位オケイさん、7位ともちゃんさん、6位さゆにゃんさん、5位まことさん、4位インパクトッチ猫リボンさん、3位みちゃんさん、2位ひろきちさん、1位カイトさんです。はい、ありがとうございます。これでいいのかな。今日もありがとうございました。夜もう、まあ、22時まで配信可能なので、それまでに帰ってこれたらまた配信しようと思ってます。ぜひ、うん、でもできるかな。あ、ランク下がっちゃった。まあでもいいか、また上がるように応援してください。ありがとうございました。います。だから1個なかったんですね。私帰ってから食べようと思ってたのに。あ、りゅうさん、ないちゃん、こんばんは。こんばんは。コスプレかわいい。実は今日3回配信したんですけど、毎回コスプレ違うかったんですよ。3回とも来てくださった方ならわかると思うんですけど、実は3回とも髪型が違うんです。今はポニーテールにもならないのかな。髪の毛がそんなに長くないからポニーテールとまではいかないけど、一つに結んでます。逮捕しちゃうぞ。あ、実は、はい、逮捕できちゃうんです。用意してます。逮捕しちゃうぞ。大丈夫かな、こんなことして。NMB 初の岡山目指します。カイトさん、そのマフィメルカリで出品してますけどね。ちょっと転売ヤーの方ですか。あ、こんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。あ、メイド服、セーラー服からのミニスカ、ポリス、そうです、ポリスでーす。あ、たくさんギフトありがとうございます。あ、とんかつさん、こんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。あ、ダブルRさん、またチラですね、チラ。カイトさん、手錠冷たいんだよな。前科持ちですか。前科持ちの方ですか。なんかもう経験者のように語ってますけど。ギワラツジさん、はい、こんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。ダブルRさん、ピンクじゃないちゃん、はい、残念ながらピンクを期待して見に来てくださった方、申し訳ございません、もうピンクじゃないんです。プロポーラーの、ポリスですね。こっちの方です。保険。あ、土踏さん、
こんばんは、こんばんは。来てくださりありがとうございます。ともちゃんさん、スクショタイム、もうですか？やりますよ。じゃあ、あ、ツイッターから来ました。初見です、こんばんは。あ、皆さんありがとうございます。ツイッターからなんてあるんですね。ありがとうございます。ピンク見た、また来たよ、ありがとうございます。じゃあスクショタイム、やっぱりスミ入れる方がいいですよね。どうですか、どっちの方がいいんだろう、角度的に。どうですか、逮捕しちゃうぞ。悔しいけど可愛い。どうですか、スクショタイム、いい感じですか。どう？ありがとう。あ、はい、ありがとうございます。序盤からもう飛ばし気味ですか。ありがとうございます。皆さん来てくださり。あ、今日は先輩さんたちも8期生、8期候補生の噂してました。あ、そうなんですね。え、そういうのあるんですね。なんか嬉しいですよね。そういう。言うの。あ、マフさん、こんばんは、こんばんは、来てくださりありがとうございます。みちゃんさん、たくさんツイートするね。え、嬉しいです。もっとこのピンクじゃないちゃんでツイートしてください、皆さん。向井さん、かわいいです、ありがとうございます。もちゃんさん、なえちゃんのことたくさんアピールしているよ。はい、私もちゃんとあのブラウザーからあのハッシュタグで見させてもらってます。本当に嬉しいです。もうめっちゃ嬉しいですよ。皆さんいっぱいツイートしてください。私ちゃんと全部見るんで。あ、市場さん、こんばんは、こんばんは、毎回見てくださりありがとうございます。カズニャンさん、8期が気になるんでしょ。まあそうですよね、気になりますよね。そんな新しい人入ってくるんだってなったらそれそうですよね。すいません、なんか自意識過剰ですよね。なんか期待値が高いみたいな感じで。ないないない、ピンクがない、めっちゃテンション高いっすね。あ、そういえばこの配信は22時で終わりますので、私あの時間管理が本当に下手くそなんで、9時45分あたりにもうなんかランキングとか読み始めようかなって思ってます。これタイムスケジュールです。一応多分実現はできません。はい、先に言っときますね。あ、てりひろさん、かわいい、ありがとうございます。カズニャンさん、ハッシュタグ癖が強い。もうなんかあれですよね、あのすごい美味しいとこ持ってってますよね。私ピンク、ピンクじゃない、71でないって、めちゃくちゃいいエントリーナンバーだなって思いました。ナオピーさん、こんばんは、こんばんは、来てくださりありがとうございます。カイトさん先輩方の保護者、あの子とは関わっちゃダメよ、あのピンクの子。これあの何回目でしょうか。はい、まあ、2度あることは3度あるということで、またどこかでこれはあるんですよね、きっと。はい、まことさん、私服派手ですね。こちら私服じゃないんですよ。今日ハロウィンなんで、 8月じゃない10月31日ハロウィンなので、ちょっと仮装って感じで。はい、こちらあの私服ではないんですね、実は。はい、先言っとけばよかったですね、すいません、私の説明不足でした。はい、
トモちゃんさん喜んでもらえて嬉しい。いやそりゃ嬉しいですよね、なんかいや嬉しいですよね、そんなツイートしてもらえるなんて。全部見ますよ、ぜひツイートしてください、広めてください、あのないちゃんいいよみたいな、ないちゃんおすすめだよってみんなに伝えてください。カズニャンさん、71番は要注意人物らしいよ、まあ、それだけはあのツイートしないでくださいね。はい、皆さん聞きましたか、あのそれだけはツイート絶対にしないでください。ひろちんさん、めっちゃかわいい、ありがとうございました。はい、こういう感じでツイートしていただけたら嬉しいですね。はいはい、先輩、あ先輩、後輩にいきなり指捨てにされたらどうしようってめっちゃおもろいな、絶対ないんですけどね、そういうの絶対ないですよね。ダブラさん、そんなことないよ日向ですか、エケビラブさん、あギフトありがとうございます。まことさん、アラームかけとかなきゃそうですね、45分ですもんね。はい、向井さん、しっかりしてて時間管理とか得意そうなのに、あらあら。なんか私あのコメント欄渋滞、あの全部コメント基本的に読むんで、あのコメント欄が渋滞して全部読んでると時間が過ぎちゃって、ああ時間過ぎちゃったみたいなことがよくあるんですよ。はい、配信、あの毎回の配信でそれなってますカズニャンさん、ピンクの X でつけてよかったね、もう本当によかったと今なら思えます。はい、なきせん13歳いるけど先輩になるね、あそうですね、年齢的なあの先輩になりますね。でもなきせん、そのなんだろう、あの経験っていうかそういうのでは先輩なんで、もちろんあの呼び捨てなんかに しないですよね。なんかバイトとかでも年下だけどあの先輩なら呼び捨てとかにしないと思いますけどね。りゃきさん、トップ画像と実際に差がありすぎてキーンとなる、申し訳ございません、キーンとなってしまいましたかかき氷食べたみたいになっとるんかごちそうさん、おーポリスのバイトしてきたのかと、いやいやいや違いますよ、違います違います、スターチャージ、いや違います、あのちゃんとあのスカート履いてますよ、この下ちゃんとこのセットの。リュウさん、かわいい、ありがとうございます。全身見たい、リョウタさん、これ全身見せるの本当難しいんですよね。なぜならここはベッドになんかあのわかります、病院のベッドみたいになってる状態なんですよ今、ベッドに机がある、あのそういう配信状況なんですね私、なぜか見せれるのかな、こんな見せれないですね、やっぱあのベッドの上では立てないです、さすがに、ごめんなさい。私見せれなかったです、するなよするなよ、絶対ツイートするなよ、ダチョウクラブ、いやダチョウクラブのノリならまあ OK です。ナイちゃんが敬語で中学生のそうですね、なりますよね。でもあギフトありがとうございます、時間過ぎちゃう、かわいいナイちゃん、警察官、あ来ましたね、見た目はひよこ中身はうさぎで語尾はにゃーの方ですね。はい、今日も来てくださりありがとうございます。トマキさん、とても清楚で上品なしたたかな美人ですね、ありがとうございます、こんばんは、はいこんばんは、来てくださりありがとうございます。まさやさん、こんばんは、はいこんばんは、今日も来てくださり、先ほども来てくださりありがとうございます。しげるさん、毎回変わってるの、あ一応コスプレは毎回変えてますよ、
今日3回配信したんですけど、3回とも違う服です。ドグロスアップアップ。ヤマトさんこんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。チェックアウト完了、カウントまだの方ご協力。あ、こんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。にゃにゃにゃ逮捕逮捕やばくないそうに全部見せれなかったな。こんばんはこんばんは。前の配信は、あ、初見さんですね。前の配信はセーラー服でした。セーラー服、最初の配信メイドで、2回目お昼ぐらいがメイド、セーラー服で、今がポリスです。あんま見えないけどな、なんか座ってると。ゲイさん服見せて、服こんな感じです。あんま見せれないんだよなこれ。どうですか、警察官です。警察官なので髪は一つにまとめてみました。どうですか、ほらこんな感じです。見えますか。そう、実は今日髪型も3回とも違うんです。気づきました。まことさん、お菓子は全部食べたの。あ、食べれなかったです。なので明日の朝ごはんに回そうと思ってます。みちゃんすさん、キューはダブルアールさん、セーラーくん他グループだ。トマキさん、あら、これはもう合格間違いなしだ。だといいな、坂道グループの合格だそんな言ってもらえて嬉しいです。可愛くズキュンと打ちに行ってくれ。いきますよ。こういうやつあなたのハートに狙い撃ちみたいな感じですよね。こういうCMなかったっけ。あっぱれの先輩は渋谷渚さんです。メイドセーラーメイドいいんすか、うなじこんななんとかいねえよ。ポニテ大好物うなじいいね。職質そうな警察官だね。気づいてるよ、もちろん気づいてる。にゃ、あ、髪の毛ですかね。アイドルに転職。カウントミスって変なコメントしちゃった、ごめんね。あ、全然大丈夫ですよ。ダブル R さん、朝ごはんにお菓子食べるの、いや朝ごはん、あのカップケーキですよ、作った、いいじゃないですか。朝ごはんでダメですか。あ、めっちゃギフトくれました。あ、まことさん、タノクリーム控えめにしときは、そうですね、さっきは食べ過ぎたって私も思っているので控えさせていただきます。ピンキーさん、あーハート100個、あ、いっぱいありがとうございます。ブラルさん、わぁ。S さん、ストレート、昼ツインテール、夜ポニテールやったっけな。朝は、ストレートではない、ちょっと、ちょこっと毛先、外跳ね、みたいな感じでした。はい。ピンキーさん、ギフトありがとうございます。ひろゆきさん、クレヨンしんちゃんお願いします。ふふふーい、うら、しんの好きだぞ。どうですか、あの コスプレじゃないよモノマネした後はすぐに反応するっていうのが
束ですよね。はい、わかりますかこれ。マジで早く返事が来んかったら心配になるよね。はい、あ、めっちゃ流れちゃうな。あ、トップ画像は何のコスプレですか。これ振りですよね。鬼滅の主題歌歌ってましたかっていう振りですよね。はい、じゃあもうそれでいいです。リサのコスプレです。リサさんのコスプレです。こんなん言っちゃっていいんかな。でも普通に言っちゃっていいんかな。どうなんだろう。どうなんだろう、言っちゃっていいのかな。あ、なぎちゃんになぎちゃんおすすめしといた。本当ですか。これ大丈夫なんですかね、本当に。大丈夫なんですか。大丈夫なんですか。大丈夫なんですかね、本当に。本当ですか。ありがとうございます。そんな、ありがとうございます。そんなしていただきありがとうございます。コメント読んでいきますね。あ、 AKB48 だけでの好きな先輩は誰。48グループじゃなくて AKB48 でですかね。どうなんだろう、どっちなんだろう、どちら。 AKB48 のさんの中だったら鈴木くるみちゃんとかが好きです。そういうことなのかな、大丈夫かな。よいしょ。めっちゃ流れるな。わ、いっぱいギフトありがとうございます。ラブラールさん、カップケーキか。そうですよ。あなたの好きな AKB48 の曲は何ですか。 AKB… 迷うな。そうだな、迷うな。パッと出てくるやつ、なんか結構コアなやつって初期の方なんですけど、大声ダイヤモンドとか私はめっちゃ聞いてましたよ。幼少期小さい時。あとは希望的リフレインとかも好きだな。うん、感じです。今ハートをいただきましたの流れですか。こんなん何歩あってもええですからねって流れですよね今。たくさんありがとうございます。ギフトありがとうございます。秀明さん、生クリーム守ったら自覚いで、絶対に余るんですよね、生クリーム。あ、ハートたくさんありがとうございます。イリカさん、こんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。ダブルアルさん、微妙。しんちゃんか。トマッキさん、かわいい。あ、500個投げたよ、500個も。なんてこと。どうしたら逮捕していただけますか。どうしたら逮捕していただけますか。じゃあ深夜徘徊で歩道っていう。秀明さん、さっきより上手くなっているような気がする。あ、緊張で下手だったんですよきっと。ピンキミさん、あ、ハートありがとうございます。まことさん、では得意なタラちゃんをどうぞ。タラちゃんです。これ絶対似て
てないんよな。めっちゃさせるけど絶対似てない。絶対似てない。わ、たくさんハートありがとうございます。一二崎さん、すやー、もういいんですよ、こんな遅い時間に見に来てくださって本当に嬉しいんですけども、眠いなら本当に寝てください。本当に健康が一番大切ですからね。はい、たくさんギフトありがとうございます。ひろゆきさん、可愛いですか、ハート。主権さん、あ、向井さんって来てくれませんでしたっけ。生で反応速度速すぎて好きになりました。もう反射ですかね。はい、なんかできそうなモノマネならいりますだけど、なんかできそうにない、なんだろう、さっきドラえもんとか言われてめちゃくちゃ似てなくてもうやるなって言われました。たくさんありがとうございます。ギフトたくさん、本当に たくさん、こんなん何本あってもええですからねってめっちゃ言いたくなるようなこのハートの数。池崎さん、は、あ、もう寝かけだったんですね。もうお布団の中ですか。もうそんな状態の中見てくださり本当にありがとうございます。もう なんて言ったらいいんだろう。フェイトさん、野原ひろしの隠し子かと思った。え、私ですか。私のこと言ってます。遺伝子受け継いでそうですか。なんかどこ感じますか、その点に関して何か感じます。あー、ギフトありがとうございます。ピンキーミーさん、ブフさん、モノマネのクオリティ上がってる気がする。あ、これやればやるほど磨きがかかるってやつですか。え、練習しようかな。本当になんかもっとこの配信期間中にもうちょっと増やしたいな。じゃあこれ練習してほしいみたいなあったら、ダメだよ、こんな可愛い子が坊ちゃんのモノマネしたら、川の中に石がある、ボボボボボ。すぐそうやって載せるんですから、もう。あ、たくさんギフトありがとうございます。おくとさん、それは鬼滅ないよ、もうピンクないんよ。え、わわわわ、わ、ハートで埋もれる、ハートで埋もれる現象、ハートで埋もれる。あ、いきます。では得意のドラえもんのモノマネどうぞ。これやっていいんかな、うん、やってまたやるなって言われる未来が見えてますね。はい、得意のドラえもんのモノマネ、のび太くん。はい、ここは絶対に流してくださいね。そういう流れですよね、こういう笑いですよね。はい、ゆきさん全体でいいよ。クラシキ&あ、また来てくれましたね、こんばんは、来てくださりありがとうございます。ハートたくさん来てくださる、かわいいね、頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります。さゆにゃんさん、こんばんは、こんばんは、来てくださりありがとうございます。もう普通に奥さんに欲しい。いや、とんでもなくステップ踏みましたね。急、なんか飛び級しましたね、すごい。コメ欄めっちゃ流れるな、なんだろう。よいしょ。いとこ？どういうことだろう。ん、どういうことなんやろ。
AKB さんのなんかいとこいるんですかね。あ、まことさん、大声とかなぎいちとか古めの曲が好きなの。そうですね、なんか馴染みがあるっていうか、でも古めの曲、そうですね、好きですね。今の曲も好きなんですけど、古めの、確かにめっちゃ古めの曲ですよね。で、そんぐらい昔から割と好きですね。あ、おかちゃんさん、のぎはわさん、こんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。おさん、中学生か深夜中学生か深夜徘徊って、あ、そういうことか。サバーサンドさん、あ、サバーサンドさん、アカウント完了。かわいい、あ、ありがとうございます。かわいい、かわいい、あ、タラちゃんのやつか。めちゃめちゃ溜まっとるな。渋滞渋滞、タラちゃんうまいです。タラちゃんうまいんや、私なんかずっとやってこんかった、知らんかった、そのうまいっていうのが。あ、ひらきさん、ギフトありがとうございます。りゃきさん、職人芸やね。ゆうきさん、ではピカチュウお願いします。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ、こいつやんね、こいつやんね、ピカチュウって喋るっけ。ピカ、ピカ、ピカ、待って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 、事故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 ですね、これは確実に。はい、ピカ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 。絵文字使ったまに勝手に星が出てくる。あ、そうなんや。あんなに、あー、ひろしね。また来た、かいさん。You're in the storm in the river. また来たよ。英語ね。英文読ませるタイプの人ね。There is a storm in the river. ともあきさん、似てる。あれは、おー、タラちゃんのことかな。ちびまる子ちゃんのおじいちゃんも練習しとこう。まる子やーみたいなやつやね。もう、あの、似てないのは、させないでくださいっていうか、あの、似てるのを一緒に探してくれてるのか。ありがとうございます。はやとさん、似てなさすぎて笑う。そうですよね。初めてやるやつばかりです。ちなみに。はい。あいつさん撤収、いや、もう本当にやめてください。野巻さん、かわいい。あ、オナさん、こんばんは。こんばんは、来てくださりありがとうございます。暗算は何桁までできるの？こう言われて、なんだろう、スーパーの買い物ぐらいならできますよ。そのお肉とか3桁じゃないですか。3桁4桁の組み合わせの暗算とかはいけますね。4桁でも、なんだろう、耳、なんだろう、目で見てやる方が私は得意なんですよ。で、その、まあ、買い物ぐらいなら、別に、計算機とか使わなくても、正確に計算することできます。あー、じゃあ結構渋滞してるんですね。じゃあちょっと、はい、じゃあ飛ばし飛ばしいきますね。カイトさん、サトシも捨てるな、このピカチュウ。捨てないでください。うーん、サトシにだけは捕まえられたいピカチュウです。はい、
サトシに捨てられるなはちょっとおもろいな。それじゃないちゃん、それじゃないちゃんですね。それじゃない感。控えめなピカチュウ、もっと高音です。ピカチュウそんな高音なんですか。ピカチュウみたいな。一人でやってて。誰もがモノマネより逆を狙った方が受けはいいかも。あ、誰もがするモノマネか。やらんやつってなんやろ。私似とるやつおるんかな。でも声が割と低めやから、うーん、逆にタラちゃんできるんやって思いました。私は裏声やからか。トマキさんもアイドルにはさせず見合いしたいレベルの女性だ。アイドルにさせてくださいよ。ホームレスピカチュウ。さすがに誰かには飼われたいピカチュウですね。全身コーデみたいですか、コスプレですか。これめっちゃむずいんですよね、全身見せるの。本当に見せたいんですけど、ちょっと時間がかかりそうですね。見せれるのかな。マジでめっちゃむずいんですよ、見せるの。なぜかというと、こう私本当に今わからんとこで配信やってて、あ、カメラを下の方にすればいいのか。どうなんだろう。ひろゆきさん、続きましてジャイアン、どうぞ。おい、伸びた、野球しようぜ。絶対違うやん、もう何でもやらせるんやから。あ、合格したら見せる、それいいですね。合格したら見せますよ。なんだろう、全身見せれるんですけど、そのこの配信場所が悪くて、私の部屋の構造上、後ろが白っていうとこがここぐらいしかなくて、本当になので、はい、そうなんです。トマキ、あ、ひさん、こんばんは。あ、こんばんは、来てくださりありがとうございます。トマキさん、仕方ない、じゃあ NMB 入れてあげよう。お願いします。アポロさん、ジャイアン草。いや、もう恥かかせないでくださいよ。リクトさんかな、合格で見せるでいいよ。ありがとうございます。合格したら見せます。マクトさん、何でもやるから。そうなんですよね、何でもやります。はい、あ、ハート、ハートありがとうございます。今気づきましたが、受験生だったんですね。受験生、今ですか。はい、そうです、今で、うん、そうですよね、はい、受験生ですよ私。ふみまるさん、かわいい、あ、ありがとうございます。ぜひこちらピンクじゃないちゃんでツイート宣伝お願いします。かわいい、かわいいで有名なピンクじゃないちゃんで、はい、ツイートお願いします。はい、キュウさん、はい、ハンプさん、タッチャンさん、はい、こんばんは、こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。来てくださりありがとうございます。デリヒロさん、全身見たい、あ、今話してたんです、全身見るのは合格してからだよって話に至りました。すいません。ナイちゃん、ツイッターツイートしてきたよ、あ、ありがとうございます。
絶対見ますよ、私は全部見てますから。さっきも見てましたよ、配信する前。あ、ちゃんとツイートしてくれてるみたいな、この子は合格してほしいみたいな、そういうの見ました。嬉しかったです、ありがとうございます。高身長アピールするのに全身見せるのもありやで。そうですね、画角じゃあ明日からちょっと考え直してみます。あ、カイトさんゲットありがとうございます。星ですね、ありがとうございます。ウフさん、何かペットとか動物、あ、飼ったこと、あ、実家ではあの犬飼ってましたよ。アメリカンコッカースパニエルっていう、まあ、海外の犬種の犬と、まあ、その子があのお亡くなりになったので、数ヶ月後にそのアメリカンコッカースパニエルっていう犬種のとトイプードルのミックス犬のコッカプーっていうのがあるんですけど、そのコッカプーを今実家では飼っています。すごい可愛いですよ。あ、一応本当だ、もう9時40分や、そろそろね、準備せなね。今日のリップどこにゃ、今日のリップは不老不死のなんかグロスみたいなのを先に保湿として塗って、その後にエチュードハウスの何番だろう、エチュードハウスのリップ、よくティントのディアダーリンティント、ウォータージェルティント、ディアダーリンウォータージェルティント、リップからピンクの002番になっております。なんか美容系 YouTuber になった感じでちょっと嬉しいです。はい、トマキさん、でも気にするのはあまり NMB っぽくない。コラボとか坂道系なんだ。そんなこと言わないでくださいよ。カイトさん、散らされるオタクだがそれがいい。なんかペコパみたいですね。シワが池さん、おしゃだりですか、ナギちゃんです、渋谷なぎささんです。なので先ほどナギちゃんおすすめしといたよって、そのなぎささんにおすすめしといたよって言ってくださってめっちゃ嬉しかったです。みちゃんさん、ツイート見てくれてるの嬉しい。え、全部見てますよ、本当に、本当に全部見てますよ。自分でサムネ詐欺だって言ってたわらみたいなのもちゃんと私は見てます。こいつ面白いなみたいな見てますよ、もう全部見てますから。嬉しくて本当にツイートしてくれるのめっちゃ嬉しいです。毎回見ちゃいます、配信後に。エゴサガール、はい、エゴサガールでございます。警官なんで今。そろそろね、準備せなあかんな。頼むよ、合格、合格したいです、ぜひもう合格させてください。ギリギリさん、かわいい、ありがとうございます。カイトさん、あ、アメリカンコッカースパニエル知ってますか。知ってる方珍しいですよね。結構犬好きの方ですか。私もう大好きで、ただ毛が抜けるのがすごい気になるなって感じです。あ、なぎかわさん、高身長なんですね。はい、すごい高かった、高かったじゃない、今も高いです。高いですよ。アポロさん、1回目はベッド下に座ってたよ。あ、そうです、なんか配信なんで正座して配信し、なんかなんだろう、礼儀っていうか、なんだろう、正座して配信しないといけないかなと思って、なんかそのベッドの下に座ってたんですけど、足崩していいんだよって言われて崩しましたね。はい。犬のイントネーションがいいね。犬じゃない、犬じゃない、え、い
ねえ、犬、犬じゃない、犬じゃない。マコトさん、アメリカンクラッカー犬？いや全然違いますよ。なんか全部あの食べ物にしようとしちゃってますね。ダメですよ、食べちゃダメです。直樹さん、はじめまして、はじめまして、来てくださりありがとうございます。めちゃめちゃ違うこと言うとる。ポップコーン犬？いや違うんですね。可愛い系のワンちゃんだそうですよ。アメリカンショーティーやね。あのもう猫になって思ってる。犬の話やった。まことさん、フロスフシクロス、あーまあそういうあるんですよ、希少品ブランドが。周年のライブ出ますか？生でめちゃめちゃ見たいです。あ、出ますよ、はい、行きます。ぜひ生で見てください。あ、ギフトありがとうございます。ゼミ中学生の先輩がタメ口で大人が敬語は辛そう、7歳年下。あーそうなのかな。でも私先輩にあれタメ口とかちょっとどうなんだろう。でもその相手に任せます。私はあのどうしたいかとかは。そうですよね、だって先輩なんで、先輩なんですよ。その年齢とか関係ないです、もう入った順ですから。あーなぎちゃん言ってる子多いな。やっぱそうなんですね。お風呂の時間にゃ、お風呂の時間にゃ、あーやばい。あのお風呂の時間っていうか、あの配信時間が22時までって決まってるんですよ。だから私は焦っていて、結構もう47分になっちゃったなっていう時間管理がまだ全然できないって感じです。あ、ふみまるさん、なんで NMB に入りたいんですか？めっちゃ真面目な話になっちゃいますね、本当に。もともと NMB48 さんが好きだったのもあるんですけど、その小さい頃からそんなギッチとかそういうあの曲好きって言ってたじゃないですか。そういう頃から好きっていうのももともとあって、で、まあ、7期生なぜ応募しなかったとか言われますと、まあ親が少しばかり厳しくて、まあ実家にいた時にはまあそういうの応募できなかったと。でまあ実家から出て、まあ少しは自由になって、まあそういうバックグラウンドがありまして、私結構自己主張ができないタイプなんですよ。なんか友達とかにも全部合わせたり、例えばご飯どこ行きたいって言われて自分からは言えないんですよ。ここに行きたいとか、あ、自分が言って相手がここ行きたくなかったって私に合わせてくれたりしたらみたいな、すごく考えちゃって、そういう自己主張ができない自分が嫌で、なんか自分を変えたいっていう理由もあって今回応募させていただきました。やっぱこういうのって自分見てみたいな、自分みたいな、こう自己主張がないとできないじゃないですか。だから今も結構なんか自分変われてるかなって思える瞬間で、すごく嬉しく感じていますって感じです。結構私語りすぎて流れましたね。はい、なんか乃木坂のカッキーみたい。そうですかね。ありがとう、なんかう、まあ、嬉しいです。恐縮ですけどありがとうございます。こんばんは、こんばんは。猫は好きですか？あ、好きですよ。動物基本的に何でも好きです。これはもう残念ながら合格するだろうから、合格したら押すしかない。押してください、今もずっと押してください。はい、ツイートもよろしくお願いします。あ、アメリカンコカスパニエル、え、結構知ってるんですね。目玉の親父お願いします。何やったっけ。おい、来たろうか。おい、声高めですよね、あの方。おい、おい、おい、来たろう。絶対違うよね、絶対違うよね。あの、勉強し直します、勉強し直します、勉強させてください、なんなら。
はい、ごめんなさい。もう申し訳ないですよ。目玉の親父様に本当に申し訳ないです。こんなクオリティのモノマネをして。はい、森健さん遊びに来たよ、ありがとうございます。でももうすぐ終了のお時間となっております。先輩は基本稽古の方がいいですよね。は新年ライブ行くのでチェックします。楽しみです。はい、楽しみにしててください。はい、身長高めなんで割とわかると思います。初見です。あ、さかきちゃんさん、ありがとうございます。来ていただき本当に嬉しいです。ありがとうございます。ハロウィンマイケルマイヤーズやばい。ハロウィンホラー映画見ました。ホラー映画か、私すごい苦手です。もう二十歳だから自由だそうですよ。 A 型ですか。はい、そう A 型です。はい、 A 型です。あ、もうすぐ、そうですね、もうすぐ、はい、ランキングの方に行きたいと思っています。じゃあラーメン行こうにゃピンク髪やったのに自己主張できないのか。え、そうなんです。それもきっかけです。私そうなんですよ。ピンク髪ずっとやってたわけじゃないんです。オーディション前日にわざわざ入れに行ったんです。なぜかオーディションなのにそのやっぱなんだろう、印象に残りたいっていうのがあったのかな。でも悪目立ちしただけで、まあ、印象には残ったんですけど、結果的にねナイちゃんヤッホーヤッホー、もう終わりです。すいません。面接の受け答えうまそうやな。面接受け答えうまかったのかな。でもあんまりうまくいった覚えはないです。はい、でもバイト塾の、あ、今塾講師としてバイトしてるんですけど、その塾の面接はすごくうまくいきました。はい、なので働かせていただいています。挑戦する勇気あるの、それだけでもすごいことだよ。あ、そうですね、今まで挑戦っていう挑戦したことなかったんで、その自分に自信つけたいなって思ったのもきっかけでもあります。何気にうまい目玉親父は気分悪セットな目玉親父は悟空の人やで。あ、そうなんや。しんちゃんできるんじゃない。しんちゃんできますよ。ほほほい、じゃあ今は違います、ごめんなさい。おら、しんのすくいだぞ、どうですか。ちょっともうしんちゃん混じってたなこれはもうツイートするしかない。声優さん希望なの違いますよ。人に合わせるって聞いて A 型だと思いました。そうなんですよね、なんかもう必要以上に気使ってしまって、うん、まあそういう自分も嫌いではないんですよ。だけど、まあ、もう少し言えるようになりたいなって思いますよね。配信見て写真と違って印象を持ちました。あの写真ちょっと、いや早く変えたいです。でも変えられないのでもう諦めてます。ハッシュタグつけてツイートとかしたことないのにしてしまった。本当ですか。見ますよ私、本当に全部見てますからね。徘徊します、徘徊しますじゃ巡回か巡回します。塾の人は応援してるの。あ、誰にも言ってないですよ。何のお菓子作れますか。何のお菓子作れますか。洋菓子は基本的に作れます。和菓子は去年、うん、去年、今年か、今年になるのか、バレンタインなのに和菓子を作りました。はい、お父さんが、和菓子しかっていうか、洋菓子あんま好きじゃないので和菓子を作りました、お父さんのために。はい、先輩に授業してあげてくださいそんな恐れ多いです。
やっぱ狙っていきましょう。狙っていきます。55分はい、そうですね、ランキングに行きますよ。はい、あのコメントだけ、はい、見たい、最最後、うん、応募の時は一瞬やさぐれていただけ、まあ、そう思っといてください。心はずっと綺麗です。徘徊飛行少年なよ巡回ですね。一日配信お疲れ様、ハロウィンのお菓子よかった、ありがとうございます。りゆきさんすが天才、ありがとうございます。かわいいチョコじゃなくて和菓子、料理する姿も編集中に見れたらいいな。そうですね、あー8位まであと3700で、まあ、ちょっと順位上がったらいいな。下には料理する姿もそうだな、なんか部屋の間取りとかなんかバレちゃうからあんまりできないかもしれないですね。よし、じゃあランキングに行きますね。13位から。13位、ムフさんありがとうございます。12位、ジュンジュンさんありがとうございます。11位、みちゃんさんよろしくお願いしますじゃない、ありがとうございます。10位インパクトタッチ猫リボンさんありがとうございます。9位おけいさんありがとうございます。8位フリザーリュウさんありがとうございます。7位まことさんありがとうございます。6位さゆにゃんさんありがとうございます。5位ガリゴさん、ガリゴさんさんさんありがとうございます。早田4位早田さんありがとうございます。3位ひろきちさんありがとうございます。2位ピンキミさんありがとうございます。1位カイタさんありがとうございます。お腹空いてきた。あ、明日何時か予定決まってます？確か明日平日ですよね。平日は15時からしか配信ができない、15時じゃない、17時からしか配信ができないので、もう17時から配信するのかな。17時からと、あと今日と一緒で21時からの配信をしようかなと思っています。だから夕方の5時からと9時から、5時からと9時からの、一応予定ではそうなってます。ちょっと変わるかもしれませんが、2回配信しようかなって思ってます。はい、その予定です。あ、もうそうですね、はい、今日も一日見てくださりありがとうございました。明日もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。あ、15時ちょうどやっと社会人これやんのや。じゃあちょっと遅らせるかもしれません。ライブ予定も書いておくのでぜひ見てください。さよなら、おやすみなさい。